今日のイカれた偉人は源頼朝。鎌倉幕府の初代征夷大将軍であり、さらに全国に警察の役割を果たす守護、年貢の取り立てを行う地頭を配置したことで知られていますね。頼朝の妻といえば、そう、政子ですね。政子から猛アタックを仕掛けて頼朝の妻になったことは有名な話ですね。さらに頼朝には亀の前という愛人がおりました。1182年、めでたいことに政子は2人目の子供を身ごもります。そんな時に頼朝は何をしていたのか。そう、亀の前を厨子に呼び出し、アザスを楽しんでおられました。しかしこのアザスも政子にバレてしまうのです。え、バレてどうなったかって。もちろん政子は亀の前が泊まっていた家に火をつけたに決まっているじゃないですか。しかし亀の前は命からがら逃げ出すことができました。やり損ねましたね、政子さん。皆さん、恋人にムカついても家を燃やすのはやめましょう。ではまた。